書者山本周五郎。朗読七味春五郎。戦国合図歌。ち。おい、ヒロー冷え食い文字が行くぞ。よ、本当だ。おい、みんな来いよ。岡野の冷え食いが通るから、からかってやれ。バラバラと悪童たちが集まってきて、小房の周囲を取り巻いた。おい。 平食いのや先っぽじい、わらびの根っこでも掘りに来たんか。晩のご飯は奈良の実だろう。手を打ちながら声声に生し立てる。小草はどうすることもできず、ついには寮のたもとを顔に押し当て、わっと泣きながら逃げて帰るのが例であった。小草の父、岡野左ないは、上杉開発の重臣で、稲わ城上城代を務める一万石の大臣だったが、 実に思い切った倹約家で、自分はじめ娘や家来たちにも、夏は木屋さんの帳、冬は木綿のこより他に着せなかったし、食べ物は冷えや泡が常食で、それにわらびの根やもろこし団子や、奈良の港というどんな貧しい農家でも嫌うようなものを、主従上下の差別なく食べていた。一万石という耐震でこの倹約、 というよりは、臨食に近い生活をしていたから、自然と莫大な金が貯まる道理である。サナイはそれが、また何よりも楽しいと見え、月に一度ずつ金蔵へ入っては、あるほどの金銀を山と積んで、ただ一人それを数えるのが例であった。合法と天端を持って誇りとした戦国武士の間にあって、サナイのような臨食や、 金銭を愛する気風が下げ済まれるのは当然である。社内ではない、林内殿だ。いかにも、比えの林内であろう。そういう陰口がしきりに飛んだ。しかも、それに輪をかけるようなことがもう一つあった。常に多くの家来を養っていた当時の武将たちは、平時、金銭を軽んじて合法な暮らしをしていたから。 少し戦争のない土地でも続くと、大抵は金に給し、鎧兜や十台の武器を手放して、辛くも家計を支えるという人々が珍しくなかった。そこでサナイのところへも金を借りに来る者が少なくない。サナイはそういう時、一応は心よく貸してやるが、しかしそれには厳重な期限があって、約束の日が来るとビシビシ取り立てるし、 期日を耕えるようなことがあると、自ら相手の屋敷へ押しかけていって、あたり近所へ聞こえよがしに罵り立てるのだった。借りるときには一生の恩に来た連中も、そうなると逆に立腹して、他の武士に似合わぬ、まるで金貸しや金土のようなやつだ、と悪口を言うようになるのだった。常のさないは世間にいかなる悪評が飛ぼうと平気だった。 けれど、まだ、噛み上げをしたばかりで、ようやく恥ずかしさというものを知り始めた十五の乙女フサには、それがどんなにつらく、悲しいことか知れなかったのである。それは立秋を過ぎて間のない、八月初めのある日のことだった。会津若松城下のスーデン寺へ、母の墓参りに行った帰り道、フサは久しぶりに、 六郎右衛門の屋敷を訪ねようとして残暑の日差しを避けながら武家屋敷の方へ歩いていた時六郎右衛門は藩の侍大将で一之丞と菊江という二人の子がある兄弟とも小房とは幼い頃からの友達でことに兄の一之丞とは幼い頃から親同士の間に言い名付けの約束が結ばれた間柄であった 古草が大松の辻へ差し掛かった時である。向こうからいたずらばかりの少年たち七八名を連れて、体の恐ろしく大きな、火に焼けた真っ黒な顔に目ばかり光らせた武家の子が、往来せましと押してくるのにあった。それは鉄砲組頭、林モザイモンのせがれ、大苦労といって、城下切手の悪道の対象である。あえ、待て。 向こうから面白いやつが来る。大黒は早くも小房を見つけた。冷えぐいじゃないか。そうだ。おい、みんな手をつなげ。丸くなるん、ね、だ。よし、あいつを巻いちゃえ。大黒が命ずると、悪道たちはわっと時の声を上げながら、素早く小房の周りを取り巻いてしまった。そして、驚いて逃げようとするのを、四方から小突き立てて。おい、冷えぐい。 どこへ行くんだい土地の身でも拾いに来たんだろやい、とうとう開けてみせろ。それとも、土地方を抜きに行くんか臨内の娘だから、おりんと名を変えたらどうだいわいわいと、林し立てられたコフサは、耐えたい恥ずかしさに怒ることも忘れ、早くもぐっと涙がこみ上げてくる。大黒はそれを見ると、ますます図に乗り、コフサの前、におうなちになった。 おい、みんな、貴様たちは、冷え飯を食う奴が、どんな声で鳴くか知っているかおら、まだ聞いたことがねえや。俺もまだ聞いたことがない。俺もまだ聞いたことがない。ちょうどいいから、こいつを流してみようぜ。そうすりゃ、米の飯と冷え飯と、どう違うかはっきりするよせ。突然、悪党たちの後ろで叫ぶ声がしたと思うと、十七余りの美少年が、 さっと人垣を破って踏み込んできた。小さは見るより。あ、一之城様。と、すがりつく。少年はそれを背にかばいながら、鈴を張ったような目でじろりと一道を見回した。侍大将、土器六郎衛門の子、一之城である。大黒はぎょっとしたが。な、なんだ、秋様。余計なことをするな。黙れ大九郎、大黒。 他の町人どもは知らぬこと。貴様は卑しくも武士の子ではないか。おらい中で弱い女をいじめる奴があるか。そんなこと、貴様差し蕎麦受けねえや。何でもいい。ここを引き取れ。いやだ。俺はさっきからここにいるんだ。引き取るなら貴様引き取れ。一之丞は再びじろりと見合って。よし。では引き取るから邪魔をするな。変な真似をすると痛い目を見るぞ。 コフサ殿、参りましょう。はい。一の城のせいすがるようにして、コフサが歩き出すのを見ると、大九郎は、チェッと、下打ちをしていきなり、やえ、なあ、な、殴っちまえと、わみき様ま、自分から先に棒切れを振るって、だっと殴りかかった。そのくらいのことは、覚悟していた一の城だ。ひちゃと、叫んで、体をかわしたと思うと、 伸びてくる相手の火腹へ拳が飛ぶ。同時に身を翻したと思うと、大黒の大きな体は無様に四五メートルつんのめって倒れ、一の城はいつ奪い取ったか、相手の棒を右手に塗っと立って。ほのレクセせの手迎いするか大声にわめきながら寝目回した。勢いの凄まじさに悪道たちはひとたまりもなく。この俺、ね、逃げろ 大九郎を置き捨てにして、見返りもせず、逃げ散ってしまった。地面に張って、ひばらを抑えながら、育児なくうなっている大九郎を、ちらと見合った一の女。大九郎合図武士は、恥を知る者ぞ。これにこりて、再びこんなことはするなよ。気候の父は、鉄砲組頭という立派な武人だ。それを忘れるな。そう言い捨てると、小房を促して、 足早にそこを立ち去った。ありがとうそうじました、市様。危ないところでした。大黒はしようのない暴れ者です。怪我はありませんでしたかいいえ、こっさは悲しげにかぶりを振ったが。でも、あの方ばかりが悪いのではありません。父にも悪いところがあるんです。父があんな変わった性質でなかったら。 世間の方たちも、フサを、こんなに憎みはいたしますまに。それは違います、小と殿。言いかけたとき、お兄様と、叫びながら、一之城の妹、クエが、屋敷の門から小走りに出てきた。あ、小房様も,もいらっしゃったのクエ様。しばらくですわね。ようこそ。 二人は走り寄って手を取り合った。小さを家へ伴い入れた菊江は、久しぶりの親友の訪れにすっかりはしゃいで、半時余りは息もつかずに、泡の間のことを尋ねたり、話したり、また買ってもらった今日渡たりの紙道具や、新しい衣装を並べてみせたりしたが、ふと小さの浮かぬ様子に気づいて、あなた、どうかなさいまして 今日はちっとも、ウキウキなさいませんのね。と、心配そうに聞いた。え、い,いえ、別に。また、大黒の奴が、悪さをしたのだ。と、そばから一の嬢が言った。まあ、悪いのね、あの方。何か、菊江様。私も。ご夫妻は、たもとで表を覆いながら。もう本当に、はしがるの娘にでも。 生まれてくればよかったと思いますわ。父が一万石の頂戴でなければ、たとえ冷えをいただこうと、幅をいただこうと、世間は黙って放っておいてくれるはずです。生じい父が大臣であるために。違います。国佐殿、それは違います。一之条は強く制した。あなたにも似合わぬ、そんなことをだりに言うものではありません。 岡野サ内といえば、伊達政宗公と一騎打ちの勝負をして、政宗公の兜へ二たちまで切りつけ、上水家に岡のありと、階段に名をとどろかせたほどの勇士。世間の馬鹿者がどんな悪評をしようと、心ある者は皆崇福しているのです。サ内と政宗の一騎打ちは有名な話だ。それは、慶長二年秋。 上杉家と伊達徳、阿武隈川の支流、松川を挟んでの合戦の折、り、岡野左内は偶然、伊達政宗と会った。政宗はまず、馬を寄せて、岡野を切った。岡野は少女飛の陣馬折を切り裂かれて振り返り、政宗の兜の真っ向から敵の前輪へかけて人たち、二のたちと返しざまに、兜のしころを半ばかけて切り払った。その時、 マサの大剣が折れたので、岡のさないはすかさず右の膝口へ切りつけたが、マサの馬が興奮したのと、来ていたものの具があまりに見苦しかったので、それが敵軍の大将、伊達マサであることに気づかなかった岡野は、別に追い打ちもかけずに逃がしてしまった。あの時は全く命拾いをしたよ。と、後になってマサは、 しばしば、そう、十回したという。三。現に、この一の城も。と、一の城は言葉をついた。さない殿に、大人の武士になろうと、いつもそれを心に誓っているくらいです。家を食おうと、泡を拾おうと、武士が武道の面目を正している限り、いささかも外ることはありません。コスタの あなたは帰って父上を誇りに思わなければならぬはずですよ。お分かりですかはい。さもう機嫌を直して、今日はゆっくり、菊江と遊んでいらっしゃい。菊江もいそいそと、格佐様、すごろくをいたしましょうか。と、立ちかかった折りだった。表の客間の方から、にわかに高く、人のわめき立てる声が聞こえてきた。 言い訳はたくさんだ。言い訳などは聞いたところで仕方がない。気候は八月五日限り返済すると約束した。その約束を守ってもらいたいのだ。もう期日に三日も遅れているぞ。だから、いや聞かぬ。だからもクソもない。たとえわしの娘と、こうの息子とが言い名付けの間柄であろうと、それとこれとはわけが違う。 コっサは、あっと息を飲んだ。父である。父、サなイの声である。きくえもいちのじょうも、さっと顔色が変わった。大きこうは、食録をどうしていのか。サナイは、隣屋敷までつ抜けの高声でのしりたてた。上水家の侍代表として、五千くを頂戴していながら、他人にかりせねばならぬというのからして太り締まり。 まして、返済のあてのない金を借りるなどとは、武道のたしらみにも外れたいたか方ではないか。それでは、大事なお役が務まるまいぞ。さのい、それは少々、言葉が過ぎよう。六郎右衛門の声も高くなった。言葉が過ぎたら何とした。気候を友と思えばこそ忠告もする。家事、太り締まりといった、わしの言葉に嘘があるか。嘘だとは言わぬ。しかし、 どう家中といい、年来の抗議から押しても、今少し穏やかに話してくれていいはずだ。気候の声は、六郎右衛門の恥を世間へ晒しているぞ。サナイの声は、戦場で鍛えた声だ。人の機嫌を取る、猫だで声は持ち合わさぬ。コルサは、全身が恥ずかしさでおののいてきた。今の今まで、ここで一の城が、サナイ殿のような勇士になりたい、と言っていた。 その塔の父が、現在、言い,いけの役のある家へ来て、この始末。こさは、どうにもいたたまれなくなって、菊江様、七之丞様、ホイルシ遊ばせ。どうぞ、ホイルシ遊ばして。というと、込み上げてくる涙を抑えながら、夢中でそこから走り出してしまった。どこをどうして帰ったか、覚えがなかった。 家へついて自分の今へ入ると、怪しむ乳母の問いにも答えず、そこへ打ち伏して、コッはわっと泣き沈んだ。あんまりだ、あんまりだわ、トト様。あなたをあんなに褒め、立派な武士、天下の勇士と言っている市様のお家まで、何のために恥ずかしめる必要があるんですの。コッサは身をもんで恨んだ。たとえお金を貸しなされても、 国佐と貴様は言い名付け。本当なら、返すに及ばぬとおっしゃってくださるのが、国佐のためではありませんか。もし、こんなことが元で、一様とのお約束に、間違いでもできたら。そうしたら、国佐は。まがしい予感が、乙女の心をぞっとさせた。六郎右衛門の怒った怖ね、震えていた菊へ、屈辱に青ざめていた一之丞の顔。 それが消すことのできない幻のように、コさサの目からいつまでも離れなかった。そのことがあってから三日目の黄昏頃であった。父の顔を見るのが嫌さに食事も今へ運ばせていたコさんが、庭へ降りて秋草に水を打っていると、広縁を踏んで客前入っていく一の城の姿を見つけた。はっ、七様。コフサは、 ぎょっと胸の踊るのを感じた。よっ。おう、市の丞か。よく来たな。サナは客前へ入りながら、愛想よく行って、一之丞の前へ座った。武芸出生という噂で、わしも陰ながら喜んでいるぞ。久しく戦いもなかったが、どうやら西の方の攻撃きが怪しくなってきた。近いうちに一荒れ、 ふことは中ですが、そのようなお話は、またのりに伺いましょう。一野城は、ズバリとさないを遮った。今日は、父が拝借の金子を、お返しに参りました。五百金と承知つかまつりましたが、それに、そういござりませぬか。五百金にはそういないが、どうしてまた。いざ、お改めください。相手の言葉を押し切って、 自産の金包みをずしりとそこへ差し出した。サナイは金包みと一の城の顔等を見比べていたが。一の城、この金は六郎右衛門が返済せよと申したのかそれとも、その方を一存でいたすのかさような選索には及びますまい。金さえお返し申せば、他に何もご依存はないはず。しがご状態。 このたは金子を受け取られて、それで済もうが、我らの方に、すまぬことがござりまするぞ。まあ、待て、そちにも話がある。聞かぬ土の治癒思い知れ叫ぶよと見る矢席を蹴る、差し添えを抜きざまつぶてのように、一の城は、脱刀体ごと、相手へ叩きつけていった。さぬいは状態を右へひねって、無法なと叫ぶ。 体当たりに来た一之上が、すかされて飲める。その右腕を、ひたと取るなり、足を払って、だーっと広縁まで投げ飛ばした。うっ、貴様。羽を着ようとするところを、走り寄って押さえつけたサナイ。バカ者バカ者め貴様、こんなことをして、先日の恥を注ぐつもりかサナイをきれば、貴様も生きてはおらねんぞ貴様の命は、こんなつまらぬことで捨てるような安いものか一之様。イチの女王 貴様見損なったぞ今日までの交わりに免じて、サナイが一言教えてやる。武士の命というものは、君のごぜんより他に捨て場所はないものだぞ神敵見えるまで、差し添えは預かっておく。帰れだっと、一の城を庭へ突き落としておいて、サナイは、足早に今の方へ立ち去った。 小庭の方から震えながら見ていた小房。父の姿が見えなくなると、転げるように走り寄って、七の丞様と叫びながら、倒れている一の丞の体を抱き起こした。はぁ、あ、小房殿。一の丞様、お許しくださいませ。どうぞ。と、泣きながらすがりつくのを、静かに押し合った一の丞。手早く立ち上がって衣服のちりを叩くと、なおも、 コフサが苦労しく、我慢のならないところでしょうけれど、コフサを、かわいそうとおぼしめして、どうぞ、どうぞ、ホイールし遊ばして、と、寄りすがるのを背いたまま。あなたには、お気の毒ながら、何もかも、これまでのことでござる。さらば。い,いえ、い,いえ、コフサは嫌です。世間から、あざけり罵られても、一様ご兄弟があればこそ、 んできた今もし、お二人に見放されましたら、小草は生きていられませる。小草殿。一之丞は振り返って、思わずぐっと小草の手を握ったが、すぐに身を離して。いや、今は何も申すまい。口で申せば口になる。小草殿。どうか、お体を堅固に、くれぐれも早まったことをなさらぬよう。さらば。 待って、待って、市様。追いすがる小草の手を振り切るようにして市の城は立ち去った。岩の秋草の上に泣き伏していた小草は、やがて乳母に助けられて今へ戻ったが、傷つきやすい乙女心の今はもう世にすがるものもないと思う悲しさに、それからはただ明け暮れ泣いて送るばかりだった。 ドキロクロウエモンとの不和が伝わると、世の悪評はますます募って、岡の家のものといえば下僕や橋ために至るまで、人々の嘲笑と悪場を浴びるありさまであった。それにもかかわらず、当のさないはカエルの顔へ水の例えで、そんな不評判は耳にも入らぬという様子。近頃では家来たちを八方へやって、槍、鉄砲、甲冑、刀など、 多くの武具をどうするかと思われるほど買い込むことに専念していた。岡野左内は果たして、比叡の隣来であったろうか。果たして人々の言う通り、金貸しや金土のような男であったろうか。その謎の解かれる日はついに来た。時はこれ、慶長五年九月。事務所有、石田三成は、宝家恩子の所有を要して立ち。 徳川家康、また、幕下の全勢力を集めて、互いに天下の剣を争奪すべく、両軍はまさに、関ヶ原へと出陣することになった。五。合図若松城の大書院には、城主、上杉開活を前に、直江山城のに藤田信義、安田池はじめ、同職十三人が、 死体を集めて会議中だった。石田三成はかねて死者を開勝に送り、徳川家康が、こう大公の名役に背く罪、十箇条を述べ、一丁断るときには、法家のため援助を行う、と言い起こしてあった。そこでこの度、家康と三成とが、いよいよ手切れになり、先端が開かれるという通知を得たので、開勝は、 徳川軍の背後を壊滅させるため、急遽合図に兵を上げることになったのである。何しろ市林に強敵を控えての挙兵だから、それには武器、弾薬、軍用の金が莫大に必要である。ところが当時、合図藩の財政はかなり急防していて、急の挙兵に十分の手当てをすることが難しかった。これではとても、一時に、 大軍を動かすことはできない。何しろ家中の母子で、甲中にも不足しているものがたくさんある。ファンとしても武具は足りない状態だ。しかし、ここで挙兵が遅れたら、帰って徳川軍のために先手を打たれて、合図は逆に滅亡せねばならんぞ。と、老臣たちは草くを練りつつ、行儀に夜を明かしたのである。 岡野はまだ出ないかカエカは、イライラと叫んだ。サナはどうした使いは帰らんのかこの急の場合に、どうしたことか、稲わしろ城の岡野サナだけは、再三使いをやったのにかかわらず、いまだに途をしないのである。ヒのど殿は、戦争どころではあるまい。臨内のことだから、今頃は足り終え、逃げ自宅でもしていいのだろう。 ひそひそ、悪口を言う者さえあった。誰かもう一度、迎えにやれ。たまりかねて、影勝がわめえたとき、若侍が滑るように入ってきて、稲葉城殿、ご途上にござります。と、伝えた。完璧の強い影勝は、額へ青筋を立てていたが、入ってくるさないを見ると、座るのも待たずに、遅いぞ、さない。 急を要する外徒と申してやったに、重役の身をもって何故の治産だ。死災によっては許しがたいぞ。おいっかり。まことに恐れ入り立て祭る。さ内は平服して。実は、急を要することゆえ、いささか支度に手間取ってござります。まだ表儀も決せぬに、何度支度だ。この度の挙兵は、 上杉家にとって、こう、太閤殿下にご恩申すべき、大事の場合いい、家中政治向き、不妙意の檻から、どうすれば大軍を起こすことができるか、重役どもも世も寝ずに表議を続けているのだぞ。お言葉のほど、重々恐れ入り立てまつる。しかし、それゆえにこそ、支度に、暇取りました次第にて。ええ支度、支度と。 誰はどのことをしたおいぼれ、丘のサナイ。戦場においては、もはや昔ほどの働きは飢えません。これを最後のご奉公と存じて、いささかばかりの支度。ご覧くださるよ。う。そう言って、さないが座を滑り、愛のふすまを押し開くと、控えの広間に積み上げた箱の山。なんだそれは。この度の軍用として、 英楽船一万貫、黄金十五万両。確かに、ご返上を申し上げまする。カイカはじめ、ナミール重役、近所の侍たちまで、この黄金の山を見て、思わずあっと、京誕の叫びをあげた。英楽船一万貫、黄金十五万両。カイは舌を巻いて、この、この莫大な金巣を、 そち一人でか。恐れながら、連来頂戴いたしました一万石は、老骨さな内に過ぎました体力。食うと切るとに追いやいしました他は、皆これ、我が君よりのお預かりと存じ、いささかも分散せぬよう、苦心の上、持ちためた次第でございます。何とぞ、お心置きなく、お納めくださりまするよ。ひでりに、 恵みの雨だった。救いの船だった。地獄へ現れた仏であった。人々は今こそ知った。冷えを食い、奈良の実を食べ、乙女盛りの一人娘に正月の晴れ着も与えず、木綿布子を着せて済ましたのも臨食ではなく、一朝断る時の用意に、永遠として軍用のもとを蓄えるためだったのだ。貸した金を外分も構わず取り立てたのは、 主君から預かった大事な軍用金を、いたずらに分散させたくなかったからである。寒い。そちゃ、ういやつじやゃの。そういう、か活かつの目から、はらはらと、熱い涙がこぼれた。冷え食い虫という噂も聞いた。金貸しや金土という評判も聞いた。 心の修行の足らぬカイは、それを聞いて実は、不快に思っていたのだ。サナイ、ソチは自分の悪評で、あっぱれ上杉家の面目を保ってくれたぞ。恐れ入り立てまつる。カイは両手で目を押さえた。サナイも泣いた。そして、列座の人々も、みんな表を上げえず、しばらくの間あたりは、ひそかな、 おえつの音に満たされていた。六。やがて、かえは、涙を押しのぐい。これまで、大抵なことに負けなかったよも、今度ばかりはまさに兜を脱いだ。かたじけないぞ、さない。これだけあれば、家中の困窮している者にも、十分に、分配が届くであろう。おぼかりながら、 そのご配慮には及びません。そうでない。書士の中には困って甲冑も手放したものが多いというぞ。それなれば、さないから応分の手当てをそれぞれ送ってござります。また、軍票に持ちうる槍鉄砲、物の具の類も心がけて買い集めましたれば、この方のご心配ももはや。どうしてどうしてそこまで 驚く影勝を見上げて、サナイは微笑しながら言った。太鼓天下、ご高い以来。この日のあることは必至と存じ、武器、物の,の具の類だけは十分に買い集めておきました。聞いたか、皆の者。影勝は膝を打って言った。死にいて、乱を案ずるは無人のた足並み。サナイこそ、世が天下に誇る家臣だぞ。 見よ。日頃彼を、冷えの輪内とあざけっていた者たちは、武士一号の大事に臨んで、あざけり笑ったさないから、帰って救い上げられたのだ。快活ばかりではない。今度こそ、合図家中の者はこぞって、丘のさないに、兜を脱がされたの。そう言って快活、明るく晴れ晴れと微笑しながら立ち上がった。表現は終わった。出陣は、 三日ごと触れよ。座を書いて、祝宴としよう。それでは、サナイが陰楽を寄進つかまつります。お、そんな支度があるか。は、サナイは苦笑して、すべて遊学の類は、戦争が起こると、雇い子の亡くなるもの、それゆえ常よりは、ずっと安く雇えまするから、これ幸いと、集めましてござります。 安く雇えるから、円楽を、猿学校を集めた。カエは、わっと笑い出した。こいつ、サナイ。なるほど、ソチは、どこやら臨内の素質があるな。はははは。猿楽を、安く雇うなどとは、天下にソチが初めてであろう。はっははは。サナイも思わず吹き出した。 デッサの人々も初めて蘇ったように体をゆすって声へらかと笑いとよめいた。ちょうどその頃、下べにかぶと鎧との筆をかつかせて、うばと共とに小さがくろ六郎えもん家の玄関を訪れていた。これをもって、じょうのもとへ行け。 そちは一之条の妻だ。もしき、屋敷へ入れなかったら、これで自害せよ。そう言って、父から渡された差し添え一振り、それに、婿引き出としての家中一両、いやおもなくせき立てられて家を出たが、あんなに怒っていらした、貴様に、どうして今さらお目にかかれよう。お目にかかったところで、お怒りの解けるはずはなし。 いっそ、このまま違いして、と、何度心に思い詰めたか知れなかった。しかし、乳母がついて立ってと促すので、進まぬ足を引きずるようにしてきたのであった。穴井をこうて待つ間が、どんなに長かったろう。今にも、あわぬと言われようか、と、血も冷える思いで待っていた。その時であった。表の方に、かっかと、 馬蹄の音がしたと思う間に、屋敷の門へ馬を乗り入れてきた土器一の女。早くもコフサの姿を認めるや、馬から飛び降りて、コフサ殿、来てくだすったか、と叫びながら走り寄った。家にいるとばかり思った人が、不意に表から現れたので、コフサは狼狽しながらも、しかし、相手の顔色の、生き生きと晴れているのを見て、生き返ったように、 一之条様、と呼び返しながらすり寄った。お父上のお申しつけできたのですね。この鎧びつは私への増物ではありませんか。まあ、ご存知ですのわかったのです。一之条は湧き上がる寒気を抑えきれぬように拳を高く上げながら叫んだ。何もかもわかったのです。私は今、上中ですっかり聞きました。 あなたのお父上は、一之城が信じた通り、天下無双の勇士でした。たとえ一時にもせよ、それを疑った私は馬鹿者です。馬鹿者の骨頂です。しかし、私は今、自分が馬鹿者だったことを喜びます。丘のさないは、二人とない無人の帰還だ。そして、その人はやがて、私の父になる。と、言いかけてから慌てて、 コフサ殿、お父上は、市の城を揺らしてくだすったでしょうかいつかお預け送った差し添えは、戻してくださいましたかはい。これでございましょう。コフサの差し出す一振りを、奪い取るようにした市の城は、閉めた。これを返してくださる以上、市の城は許されたにそういない。そうすると、あなたがいらしたのは、 かっ一両を無効引きでに、再び、岡の家、戻るなという大瀬では。まあ、いや、いや、一様。小房は、あどけなく耳まで染めながら、乳母の支える胸へ表を伏せてしまった。少し前から玄関へ出ていた、一の城の妹菊江が、この時、静かに笑みを含みながら声をかけた。 お待ち申しておりました、小草様。い,いえ、美しいつぼみの花嫁様。どうぞ、お上がり遊ばしませ。ここが、あなたのおうちでございます。まあ、菊江様。小草は驚いて、けれど、胸に躍る喜びを隠しきれずに、菊江を睨み、そして、一野城の方へと振り返っ 一の城は差し添えを抜いて高く空へとあげていた。まるで今度の一戦にはこうしてカと首をあげるのだというように。